なんで勝ったのにこんな攻められなあかんねん。本気だからだよ。本当に。負けても攻められるぞ。ダメさんならみんなの期待を裏切らないかと思ってたぜ。いや、言っても絶対負けた方が面白いなと思ってたよ、本当に。これは、うん、エテが負けるような設定じゃん、こういうのって、基本的に。今までフラグを重ねてきたのに。大きいフラグ、もういっぱい伏線張って。もう本当、北の FX、北こうなるからさ、だからこうなる。本当こうなっちゃったやん。俺の北にマヨネーズつけんなよ。起きるんです。俺の北にマヨネーズ。俺の北のにマヨネーズつけんなよ。意味が分かんないから、ね。まあ結果なんか勝ってすいませんなんか。今回は今回だけ許す。なんかお騒がせしてなんかすいませんなんか。本当に。今回だけで。本当。次は誰に喧嘩売るんですか。次誰オンドレアスかな次は。一旦やっぱ黙ってないから。すぐ絡んでくる。いやオンドレアスさんとやったら核打ち込まれそうやな。確かに。あとまず。あとまずじゃあ。そこはサイサリス対ガンダムでもいいしね。うん全然いい、まあ、それは。だしね、まあ。コスト的なちょっと差はあるかもしれんけど。絶対それ言い訳にするパティニーで、それでまた買って期待裏切る買っちゃうやつまた買っちゃうやつ裏切り者やわで、結局あれなんアムロ風にはしたんいや、してないめっちゃ無礼性に冷静にあ、これ拠点これ拠点踏みに来るわこれ拠点踏みに来るわちょっと下がるわこれ拠点を踏んでおとりにして角町 D がふざけないしもう面白いところが一つもねこっちでんだよ俺だってこれまた炎上だわ炎上だわおいおいおいて角町だって作戦じゃん言ってたじゃんみんなえみんな言ってたやん角町しろよって最初誰ミーティングでミーティングで言ってたやんそのえその話はないあるわけねえだないあるわけない熱像じゃねえか何をでもマジなリフレンドだなそれ角町で切りかかったらいいよって言ったやん初めて聞いたぞそれ言ったのスレイヤーだけだからいやもう何ミクサ作ってんの DM で送ってこんかったそれ絶対ねどこの DM だよ送ったっしょなんか DM で送るわけないTwitterの DM 送ったんだろさえエーテポンギなんかに送るわけねえくっさ脇汗の臭いいやマジ脇汗やっばかったほんとにもうやばい脇汗かよ手汗じゃねえのかよ脇汗がやっぱ緊張する緊張してたよ緊張すると脇汗が出るって出るもう謎出るって治りすぎのような気がするめっちゃもうドキドキしたほんとどうもいいよこの戦場で46位だ安定のねいつものエティポンゲ見れるからそうそうそう、うん、初動は防衛を1730X とつたかしこまりました聞かないどうせ聞かないかしこまりましたいやでもかしこまり聞いた方が絶対エテさんの場合はポイント取れるから来て鍛えないからまずしょ突っ込むぞエテさんって対魔の時は強いんすね多分ちょっとさ相手も侮ってる部分あるんじゃない若干そうでしょそれはエテだしみたいなエテだしはあるあるでしょ完全にある意外とさ完全にエテだしやるからうんエテさんやるからさそういう時それ大規模で見せたら普通に大将なれるんじゃないですかなんか中3なんだよなマジエテ目線のやつほんと見てほしいわさっきのだからそれを動画にするんだろうってちょっとそう動画にする早くアップしろよアップする北野の後ぐらいにアップしようかな北野の後、まあ、王者の風格でもう気にやった方が再生回数伸びると思うけどないやもうそこはね北野に譲るどうやってのエテの情報だわ
ささやかなプレゼント。結果ガンダム持ってきてる。四機ガンダムだ。やばい、もうガンダム好きになった。ガンダム売るんだ。ガンダム大好きになってしまった。まだ売らないと。売却しよう。あら、ラグ。何これ。カクカクなんだよ。あ、もうちょっとファンネル押し付けるのやめて。売却。これ上行くやつやったか。あ、まあ、いっか。あ、無事よ。交通事業。交通事業。こうなる。交通事業。こうなる。すぐこうなるから。どうしようどうしよう。ちょっと浮き足立ってるな。ワンキル。そう、キノコ君。そうだ、キノコ君の周りおったらさ、キル取れんじゃないの。おい。ジオも大概だけどさ、あっかいどうにかなんねえの。6番どこだ。6番、あ、いた。こことこどうなのよ。あっかいどうにかしろ。まあジオ修正来たけど、あっかいどうにかしてほしいんやけど。玉ねぎかよ、今度は。わあ、ピカピカ、光ってる。後ろ。わあ、あっかい上おるか。あ、おるな。おるおる。うわぁ、はまったーん。待って、めっちゃ雷の音入ってそう。同じく。スレイヤーさんが溶けたから、やばい。そいつを、なんかカクカクやな、もう。ちょっと、極地仕様のスナイクは。このクソ、あっかいだよ。極地仕様のスナイクは、当たんね。当たんね。やばい、死んじゃうくない。縦剥がしの機体だからな。アッガイと目指す相打ちだぞ。アッガイ、やばい、秘宝、秘宝、エテポンケ0ポイント。誰にとっての秘宝だよ。誰得のその情報だよ。秘宝。アッカイやめて、アッカイ。ねえ、アッカイクソ期待すぎ。マジアッカイクソ期待強すぎるわ。かと思ったらパラサーテネに焼かれた。アッカイ得意や、出て。アッカイクソいいな。どういう感じに。めっちゃ得意。やった、やったポイント。18ポイント。XX51 ポイントで5位。え ?6 位。あ、そうか。どこで稼いでんの、キノコくん、マジで。教えてほしいわ。教えてくれよ、ちょっと。やった。あ、一回引こう。無理。厄介強すぎるわ。僕てどこや、はい、死ぬ。あ、もう厄介かよ。僕て。何だ、ラフいんだよ。ラグくない。マジ意味わからんもん、これ。今日っていうか。なんだこれ。俺の回線が死んでんのか。なんか変な動きしてんだけど。すごい動きしてますよ、ポクテさん。やばいよ。すんごいラグいんだよ。僕もラグいっす。まあ、トツ行くんだろ、トツ。なんか最近、ポクテさん、あれじゃねえ、パソコンなんか調子悪くない？無線になってから悪いよ。そりゃ。なんかクイーンマンサのすげえ強いやつ。X だてよ。なわつだな。これ通んないわ、どうせ。通んない。通らない。でも、これ下通って Y 行こう、俺。みんな X 行くから。数で押し切りとか言ってっけどね、X も大概湧いたんだよ。じゃあ上通って Y。何それ、もう強すぎるチビ厄介。マジチビ厄介、外役だわ。なんでチビ厄介が。いや、通るよ。よっしゃ、満作だった。うめえ。しかも、チビ厄介なのになんか。こんなんでドンカツ取れたら苦労しねえわ。ちょっと、あー、地雷があった。あ、もうやられた。この戦場は、うわー、もう塩で、ジオンさ、チビ厄介回したんやけど当たらんかったしな。もう、チビ厄介が強すぎ。なんでこんな強い、そんな小さいのに。やっぱ小さいってのは武器だよね、得てみたい。普通の厄介より強いのがおかしいね。やっぱ小さいってことは、あれその分さ、その分凝縮されてるってわけやん、エテみたいに。え？エテはただのチビだから。
チビだからどうする。ちっちゃくてうるさいやつでしょ。ただのアフロや。ちっちゃくてうるさいやつとか最悪やん。うえうえうえ、ちょ、中入ってきた一匹。よいしょ、引っかかってる。あ、そういえばさっき北野との戦いでさ、正直言っていい、うん、ガンダム3機しか使ってない。もうそういえばそうだな、三撃班、四機使ってる、三撃班の。恐ろしい。うん、なんか多分最後死んでちょっと出て終わった感じじゃない。この D 角のさ、D 角ちゃうわ、改良二刀流振ってないもん。ちょ、うぜうぜ、弾幕がえぐい。あ、やべえな、これ。北野の血がついてないわ、この。ちょっとネットがやめてくれ。二刀流、二刀流に。すげえ芋だけど。おい、もう。あ、なんか通話も途切れかけて。おい、もう。やばいね。優先にしたら？いや、もともと優先だったんだけど、うん、おい、届かねえじゃねえか、説明するのはめんどくせえ。まあ、言っても、まあ、無線だからさ、無線、無線推進派だからさ。あ、またかいかよ。僕、意地でも優先派なんですけど。そう、なんか優先の人って本当優先だよね。なんでな、あれって。優先の人って本当に優先でしょ。なんでな。そんなに優先信頼してるの？優先の方がいいんじゃないですか、そりゃ。優先信頼だろ。無線よりは。だって無線ってコードいらないんやで。マットでかすぎるわ。安定しないだろ。うん、安定しない。電子レンジ使われたらラグりますよ。あ、そう。まあ、そう？た、まあ確かに。また止まった、くそ。死に厄介目が、死ぬがいい。ああ。ガンダムじゃ勝てねえわ、これ。勝てるしな。え、あれ、エッタさん今何位ですか？またかよかよ。今 ?40 位、はい、調子いいね。いいっすね、僕なんて47位ですから。低レベル、低レベルだわ。いつものことじゃね。前より爆発が激しくなってるな、ロケット。もう、ほんと何これ、最悪やん。なんでこんな楽にね。当たったやろ。もうこのゲーム終わってる。クリーマンスか、これが。ちょっとジオンの機体も使ってみた。PUBG やりたい。あ、PUBG やりすぎて。PUBG になりすぎて砂が当たんね。そう、PUBG になりすぎてしゃがみが C かと思ってしまう。やけど来週マジで来るから。来週。そしたらやりましょう。うん、はっ、うわー、ポチったからさ。うわ、なんだなんだこのファンネル。いや、マジでアグニですけど、これどうにかしてくれ。どうせまた赤いだろ。マジゼータだわ。ちょ、おい、進な一気を取るために来んなよ。しかも蘇生されてるやん。あぶねー、やられるとこだった。やれればいいの。ポテチがよ。いや、じゃあ、あ、ポテチがよ。おい、エテポゲンが来たぞ。エテポゲン来た。これが北のカウンターや。覚えとけよ。よう、よう、それあったな。なんか降ってきた。なんか降ってきた。マークと強すぎでは。ちょ今、ゼータガンダムで12連続しております。キュベル強すぎ。修正早よ。エテポンゲの修正早よ。エテポンゲ早い。情報修正早よ。修正する。どこ修正するとこない。バグないよ。情報修正してあげて。あ、それは必要か。パッチ入れてくれない、それは新しい、うん、アップデートしないと、うん、頭バグってるから、ね、うん、それ悪口じゃないか、ただの。もうこれ敵側、敵あ、これどっから湧いとったんやけど、やっぱバルカン欲しいな。いいぞ、この終了頼む。またまた殴られてんの。いやひどいわ。やばい、全部エテポゲンのせいだ。通信が悪いの？うん。玉ねぎなんでここおるんぞ。ああ、もうこの鉄くずが死ねえよ。うわ、マンサかよ、もうマジでさ。ジオン優遇やろ。
あ、いいですね。でさ、ナイスコンビネーション。危なかったけど。危ないです。普通に死にそうやん。危なかった、今。当たんねえ、当たんねえ、そんな。いやー、かっこいい。あ、ちょ、ユーポン、ユーポン、ちょ、こっち来て。ユーポン、ユーポン、ユーポン、こっち来て。ユーポン、早く、早く、早く。ユーポン、早く。ユーポン、あー、地雷壊された。クソ、踏んでほしかったのに。うさん俺も踏んでほしかったな。踏んで、今あったでしょ、ここに。あったあった。くっそ、踏んでほしかったな。ここにありますよ。どこ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 。ここ。どこどこ。ここ。どこさんちゃん。あ、うちだ。どうやってか。ちょっと。ちょっと待てよ。ジェイキが踏むなし。自衛機が踏むなって僕手さんが踏んだから僕の盾吹っ飛んだちょっと盾がなくなった誰がこれ誰が悪いこれ誰が悪いよ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 エデポゲンかなほら僕手さん見てくださいよ盾がなくなったんですよ盾修理できますシールド代替できますシールド代替抑制なんてねえわそんなのそんなのガーカスぐらいにしかつまんねえわ俺ネモに積んでるよなんでネモに積んでんだいやビームコードがあるシールド対応抑制はちょっとゾックにつけないとなんでだゾック立ってないやらけえやらかくなってしまったやもうボンテさんのせいでざまあーバカ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 じゃこれ多いあ、余計やがちゃんと当ててくださいよダグいんだよなんだよこのダグさふざけんなよなんかすごいとこにポットあるなこれえってもう上がよーしあ、ちょっと上占領されてるから一向に打ち下ろされられるんだかやばいもう危なかったいつも危ないな。さこいつ、こいついつも危ないな。ちょっとユーポンこっち来て。ユーポンこっち来て。ユーポン、ユーポンどこ行くん？ユーポンどこ行くん？ユーポンこっち来て。え、どこ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 ？え？えさん、こっちこっち。こっち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 。あ、あ、あ、こっちこっちこっち。ユーポン、ユーポンは？え？ユーポンこっち、ユーポンこっち。アイティモニモすぎだな、ユーポン。あ、タンス踏んでんじゃねえ。バカ野郎、バカさせんじゃねえよ。欲しがった。欲しがったらもうちょっと演技しろよ。なんで、なんか、なんでリアクションなしで言うの？盾だけ吹っ飛んだからさ。ちょっとこっち来て、ちょっとこっち。すごい。何がバカさせんじゃねえよ。どこ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 ユーポン、ユーポン。ユーポンどこいいか。ひっつけえな。どこどこどこいや、俺、案内しようと思ったらさ、いきなり爆発したんだけど。上にいるやつ、今撃ってきたやつが殺せ殺そうおいしょ、切った、あ、ユーポン爆発させよかったあいオーバーヒートしたんだかできないのに、できないのにオーバーヒートしたんだか何からってダコがよダメダメダメ、やばいやばい43位ちょっとスレイこっちあるよあ、どこっすかうわああ、エジさん、いいものありましたよ。え、どこなんかピザって言われてるみたいなやつが。え、ちょ、一回見に行くわ、ちょ。はい。戦え。え、どこちょっと、あの、福田さんの方に行って、引っ込んでんじゃねえよ。後ろで外せてんじゃねえよ。何この流れ結局壊してからな呪縛攻撃いってえから待って何回ビート作らってんの木星さんのポイントだけがどんどん加算されてくやんどうせすぐ上限になるんだからよしよしわっあー危ねえなんかサンジそれ珍しいねそれ使ってんの金図当てたんかえ銀図っすよ銀図に落ち着いたんかいや欲しいですけどあ、恐ろしいこれヘイヘイポケまたアッガイかよここやばいここやばいここやばいアッガイかめっちゃ上から絡んでくるんだけど
やってくるわ、ちょ。赤いちっちゃいな、ケンプ、ちょっと、誰か援護、援護して。この人望のなさ。インファネル。ああ、勝ったんだよ。マジインファネルな。エテ無視して百式起こそう。あバカさん、まだあこれ赤いだわ、マジうざい。同じ正体なのに野良の百式起こしちゃうんだ。正体だよな。コスト的に百式だよな。どっちが野良かなみたいな。え正体正体正体じゃん。正体。ルナさんくん。チームじゃんチーム。このトマトの チームといえども召喚部屋ねそういう人怒るからね。コスト高いやつ起こせよ。ね。わかる？何味方おかしいんだよ。あーもうちょっと。あーまた厄介だわ。そこんとこね、召喚厳しいからね。うん。押せ押せ、上取れ上取れ。僕らがバカみたいなことしている中、キノコさんめっちゃキル取ってますよ。一人だけ勝ち。一人だけ2位っていうね。いや、僕ね。あーね。シビア赤い目ちょ、また赤い燃やされてふざけんなよ、こいつ赤いなぁ出動しております。あそこの戦艦動かねえからなぁ砂、で届いてしまうんだ。え、そんなんで、そんなんできるの？え、このゲームそんなんできるの？ほらほらこっからね、こっから届くんだわ。え、じゃあここ絶対ツナ連れてきた方がいいやん。ポイントめちゃくちゃ入る。いやーなんでスチルムで転わんの。いやー楽だわー。ちょいと切ってくるわあいつ。ガンオン塗るげー。おいちょっと車線に入んなよ。え、戦艦は何をしてんだあれは。せめてアシストくらい取らせて。やばい、CC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 
テイコスだから。あ、これやめといた方がよかった。パティーン、あぶねー。 B、C 来てる、 C 来てる、 C めっちゃ来てる、やべやべやべ。突やれすぎる。おら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 、いいんだ。レーダー薄くね、その線。サボってすんません。レーダーはよ、一気にポイントもらった。置いてんだろうが。レーダーはよ、置いててさ、気づかねえ方が悪いだろ。ごもっともです。ね、ここちゃんとラインになるように置かれてるでしょ。そうやぞ、ユーポン。なんで気づかねえ。なんで気づかせんねん。何やってんねんがん。何やってんだよ。すいません、すいません。エテポン、そう言ってちゃっかりエースをしゃぶってんじゃねえよ。俺のポイントになれがれ。ジオだ、ジオ。許すな。トク作るな、すげえ、ジオへの弾幕が気持ちいい。いいぞ。当たった。俺のポイントだ。ブロマキ。でかい窓だぜ。俺のポイントだ。トツ行こう。痛い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 。拠点を制圧。時間がない。あれどこ行った？くそやだ。ダグ。コールドくない。なんだこのタンク地獄は。ほんとラグいわ。なんだよこれ。シャーかよ。しかも歌えてねえし。ビーム輝くフラッシュ、フラッシュバックにやつの影、シャッシャッシャッテ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 ッ。あー終わっちゃった。うわー、ここだわ。ボロ負け。でも敗因は一つだよね。地雷踏まなかった。
さて何位だ。わし、キロコくんもし42。さすがだよ。42定位置だ。ほっとしたでしょ。あ、そっか、ガンダム4号機の設計図ってことはあれか、デラックス出るんか今週。やばい、少佐になってしまう。やばい、大佐になってしまう。また大将から落ちれない。早く召喚から抜け出したい。うんうん、それは簡単で、エティと一緒にやってったら落ちるよ。そうそうそう、だからやってるんですよ。超簡単、それは超簡単。